あった。カードをお持ちの方はご提示ください。大丈夫です。カードをお持ちの方はご提示ください。イエーイ。今めっちゃピンクじゃない？すごい。皆さんこんにちは。今から私は指毛を剃ります。どんな動画ってなんだけど、やっぱりサイン会の前なので指毛は剃らないといけないと思って。わすごい。指毛剃ります。今から。わすごい、こんな風に剃れるんですね。わほんとすごい、すごい、ちゃんと毛剃れてるし。皆さんも買ってはいかがでしょうか。私は今買うことを決意しました。あとは眉毛の脱色もします。いつも眉毛サロンでしかやらないからちょっと不安なんですけど、頑張ります。え、わかんない、普通にわかんないんだけど。これを今から眉毛に塗るんですけど、うまく塗れるのか、果たして。あ、わかんないけど噛んでいこう。噛んで。私の親友のさ、ユラいるじゃないですか。ユラもこれを使っていつも自分でやってるらしい。よくやるよ本当に。脱色クリームをあるか聞いたら、脱毛クリームのところに絶対連れてかれるの。いや求めてないと思って。こんな髪色なのに真っ黒な眉毛でマークさんの前に現れないと思って覚悟を決めました。というわけで頑張ります。あ、なんかもうすでに痛くなってきた。なんかチックチックする本当に。皆さんおはようございます。今日はついにサイン会の日です。ガチでやばい。やばいよね。やばいやばい。もう死ぬ。さっきからねずっとやばいよねっていう話をしてるんですよ、友達と。ゆうか、しほ。おかしくなりそう。ほんまにそう、マジで道ゲットしゅんすけになりそう。やばい、もう1週間後じゃんみたいになってたけど、マジ思ったらすぐ、ね、すぐだったね本当に。ちょ、動画撮るの忘れたけど、昨日ロンジュンさんが写真撮ってた道頓堀のグリコのところで写真撮ってきました。イエーイ。同じポーズで。同じポーズでね。しかもさ、みんな同じポーズしてたよね、シズに。面白いよね、うん、結構じわる光景だった。緑色の人たちが意味のない会話をして緊張をほぐしてるんです、私たちは。そうです。そうでもしないと。今日落ち着きたい。そろそろ私たちは行きます。やばいやばい、早く行こう。やばい、死にそう。いきなり雨が降ってきました。死ぬかと思ったね。急いでファミマ入って傘買いました。マジでやばい。サイン会さえ終わったらどうなってもいいけど、今は前髪が大事です。ちょっと今二重幅を固定するために二重テープを貼っています。では行きます。なんかヒョウみたいな、やばすぎ。そんな行かせたくないか、私たちを。やめて、渡ろう渡ろう渡ろう。やばい、もうボソボソだけど行ってきました。行ってきます。顔ちっちゃかったし、本当に豆。あの本当にこれからたくさんあのイベント一緒に行けるように頑張ろうって今話をしてました。イエス。イエス。本当にやばい、マジでかっこよかった。そう、ノーセットだったんですよ。しかも衣装もさ、あのベストフレンドエヴァのさ、ローブみたいなさ、あれやばいよね。パスローブみたいなね。そうそう。え、ちょっと青よくば歌ってくれたりしないかなとか思ったけど、なかったね。え、けど髪の毛の色さ、今思えばさ、全く一緒じゃない、あのバスローブの色と。あれと。緑。お疲れ様、本当に。なんかちょっと暑い、寒いはずなのに。ね。というわけで、ちょっと、いろいろ荷物取りに行ったりとかしないといけないんだもんね。はい。行きます、バイバイ。はい、というわけでやってきました。やーい。ドレスが終わって、サイン会が終わって、1週間、2週間ぐらい経っちゃったかな。マジで本当に時間が経つのが早い。というわけで、ちょっとレポをしていこうと思います。まず感想として、マジで顔がちっちゃい。こんなほんまに。今まで見た人間の中で一番ちっちゃかった。なんかもうやばかった。こうやって語彙力を失うほどにやばかった。しかも肌がツルッツル。凹凸のないようなメイクしてるっていうのもあるかもしらんけど、ほんまに綺麗、肌が。髪の毛もなんかサラサラみたいな。マジで感動した。あ、存在するんだと思って。どういう流れで始まったのかっていうと、サイン会場があるじゃん。で、入って、
こうみんな並ぶのね。そしたら当選メンバーの旗みたいなのが立ってるんだけど、そこにどんどん並んでいくので、私はマークさんが当たったからマークって書いてあるところに並んでたんだけど、レーンにね、一人ずつ本人確認をするんですよ。なんか私は免許証を出したんやけど、免許証を渡して名前となんか統合させて、なんかわかんないけど、このなんかリストバンドみたいなのもらったんですよ。マークさんは赤だったんですけど、だからこれをつけてる人は本人確認終わってサイン会当選したっていう証拠になるんですよね。本人確認終わったらなんか横のね入り口があるんですけど、そこに入るのね。そしたら、あ、待って、書いてきたわ私。ちょっと見にくいけど、本人確認がこの辺であって、入り口がねあるのね。でポッて入るとこう椅子がブワーって並んでるのね。で年齢順になってて、でうちの人から1、2、3、4、5、6ってこうどんどん詰めて座っていくんやけど、私は結構後ろの方で30何番目とかやったと思う。多分これは1メンバーにつき50人当たってたと思うんですけど、1人30秒だったの。そうだから1人30秒で50人だから、まあ約25分ぐらい、まあ、30分ぐらいで全体的に終わったんやけど、まあ時間が来るやん。ほんだらこっち側だ。そうこっち側にまだ入り口があるので、こっちからNCT ドリームのメンバーがバーって出てきて、みんな一人で来たんやけど、もうみんな自然と声が出て、わーみたいな、やばいやばいやばいって隣の人と話したりとかして、んで一人ずつ挨拶するのね。それでは始めますって言ってサイン会が始まるんやけど、ここの人からここからここが一番やから、こうやってバーって来るんやけど、ほんまにドキドキするの、やばいやばいって。ほんで私の一個前の人がもうマークさんと対面サイン会やってる時は、私この辺で待機してるの。一個前になったらここで待機してくださいって言われるんやけど、ロンジュンさんが見えたらね、もうここに立ってるからさ、もうどっちも見れるわけ。もうロンジュンさんやばい。どのメンバーもやけど、マジで顔小さいし、ロンジュンさんその時メガネかけとったんやけど、メガネのせいもあって余計にもう顔ちっちゃーみたいな。ほんまにびっくりした。なんか顔綺麗すぎるし感動した。こんな近くで見れることもう一生ないよと思って、ほんまに全力で見た今後一生ないだろうなと思いながら、ジェミンさんがよく言ってるこんな目で見ました。私の番が来たんですよ。でさっきちょっと動画で出たと思うんですけど、左手にね赤色のペンでサラン愛って書いた手を持ってったんですよ。それがなんでかっていうと、私が対面サイン会行ったのが20日なんですけど、19日、そう、今日セラ3日目、最終日に、愛が欲しいねって言ったの。でマークさんさ、愛が欲しいねの意味分かってるのか分からんけど、愛が欲しいなら愛をあげようと思って、ね、急遽コンビニで赤色のペン買って、おじえ、サランイチョンおりょうって、愛が欲しいねらごへっちゃなよ、くれそうぬるねがそむる、はよごわっそよ。だっけな。って言ったよ、確か。みたいな、なんか、おーみたいな、なんか、ほんまに記憶がない、全然。緊張してるから余計に覚えれない。うん。プレゼントをしに来ましたって言って、で、あーみたいなこと言って、じゃーんって見せたんですよ。で、なんか来て、なんかありがとうございますかな、なんか言われて、ほんで、サイン書いたんかな、空気止まったんかな、わからんけど、なんか、記憶があるのは、日本語で、本当に大好きです、大好きです、愛してますって言って、こうやってやりながら、こうやったの記憶があるの。今思えばマークさんからしたらちょっと怖いだろうね。いきなりさ、マークさん座ってて私立ってるんやけど、上からさ、ファンにさ、大好きです、愛してますとか言われてさ、しかもこんな顔のやつに。すごい嫌な気分だっただろうな。本当は、マークさんを知ってから、本当に幸せですっていう、もうガチで幸せ。っていうことを伝えたかったのやけど、前日の公演で愛が欲しいねって言ったから急遽そうなったけど、でもやっぱり気持ちを伝えたいと思って。だから、せめてもの、大好きです。愛してます。本当に、大好きです。大好きですってやった後に、マークさんが、でも、みたいな、愛が欲しいねより、愛ってなんだろうねの方が、ニャ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 みたいなこと言ってたの。わかると思って。マークさんもやっぱわかってるんだと思って、その愛が欲しいねっていうよりも、愛ってなんだろうね。が、マジでかっこいいの。私はそっち推しなんですけど、どうちょわよみたいな、ことを言った気がする。韓国語もぐっちぐちゃ。ほんで、その、愛ってなんだろうねをマジでかっこよく言ってほしいと思って、ライブしようでね、おしっけーみたいな、かっこよくみたいなことを言おうと思ったら、スタッフさんが剥がしに来て、って、スタッフさんが来て、で、マークさんが、はい、ありがとうございます。終わった。だから次、もし機会があったら絶対に、もしっけーマレージュセヨ、合ってんのかな、わかんない。もっとかっこよく、愛ってなんだろうね言ってくださいって言おうかなって思いました。はい、インスタのストーリーアカウントとかではちょくちょく言ってるんですけど、マークさんに100回人生で100回会うのが夢なんですよ。サイン会が11回目だったんですね。今年はたくさんもっと会えるように頑張ろうって思いました。あ、見せるの忘れてた。やばいよね。なんかあのマークさんに志保って書かれたのがやばいなと思って、このネイルマジで見せたかったんだよね、このマークさん仕様のネイル。やけど見せれなかったです、マジで焦りすぎて。とにかく本当に幸せでした。 Vlog 見てくださって皆さん本当にありがとうございます。多分これは動画の途中に入ってるのかな、最後ではないと思う。
わかんないけど、とりあえず最後までご覧ください。よろしくお願いします。バイバイ。今から他の友達と合流してスタバを飲みます。いや、飲んでます。イエーイ。これなんかさ、店舗限定らしいよ。なんか特別な、めっちゃ美味しそう。 Enter。 すごーい、すごーい。で、82番マークさんの誕生日。ここの数字何にするかめっちゃ迷ってる。マークさんの誕生日か今日か、マークさんを好きになった日か迷ってます。ここ何がいいと思いますか、皆さんは。トリちゃんはゼロ。私はもう行ってきます。ここで掘られるらしい。すげえ楽しみ。すごい、始まる。すごい、はよ。なんか初めて来ました、このなんか大阪のなんか。わーい。遭遇するかもって色紙持ち歩いてるの可愛い。それでもう韓国帰っちゃいました、さっき。なんですか最近のプリキュア。恥ずかしいんだ。ね。降りちゃう。え、すごい。ね、すごい。わあ、スキズだけ。怖いなぁ。おたかつ、おたかつ。あかからに来ました。あかからにトッポギがあった。じゃーん。お、取れない。おお、あ、え、やばいやばい、火通り過ぎてるわ。おいしそう。ま、この後これも頼みたい、ラーメン。いろんな、おー、あ、それしか言わん。歓迎しかしてない。帰りますわよ。ワクワク。どこが、これどこが、こっち？こっちだな。ほぼ貸し切りです。マジで全然いない。今日のサイン会忘れないように。まだちょっと記憶ある。なんか鮮明にどんな顔だったかとか、どんな感じだった、どんな画角っていうの、どんな視界だったかとか全部喋ります。では